こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回もですね、ソニーのウォークマンを紹介したいと思います。これはですね、ちょっと珍しいウォークマンです。WM-FX493 というモデルなんですけど、いろいろ仕様をちょっと調べてみたんですけれども、ネットでねそうするとこれはね、海外仕様ですね。完全に海外仕様で日本では販売されてないようですね。これがね2000年のモデルなんですけれども、マニュアル入手したんですけど、英語かな、日本語が入ってない、マニュアルしかなかったですね。はい、ということでですね、海外仕様の、ウォークマンです。はい、こんな感じで、これ、こう操作パネルとか液晶なんかありまして、ね、裏がこうカセット入れるところですね。はい、ここスライドスイッチを開けます。そして電池がですね、電池ここスライドするとここに入ります。単三電池が2本入ります。入れてみるかな。単三電池は、このように入れて、このように入ります。はい。そしてですね、もうちょっとつきましたけどね、ちょっと見えないかな。そして、テープを入れます。これはね、一応ね、買った時動いてたんですけど、中全部分解してまたチェック入れてます。で、ゴムベルトがですね、やっぱ傷んでますね。これ結構ですね、保存状態が良かったみたいで綺麗なんですけど、やはりですね、2000年のものなんで約、15年以上は経ってると思われるんでやっぱりいくら保存状態が良くてもですね、かなり変形してました。一応聞いた感じではそれほど仕様はなかったんですけれども、新しいゴムベルトに変えてあります。なんだ、リモコンなんかもあるんですけど、非常に綺麗な状態でチェック入れたんですけど全然問題なかったですね。そして、側面にリモコンとイヤホンの端子がついてます。このタイプのやつはこうですね、このタイプのモデルはですね、ミニジャック、このイヤホン、通常のイヤホンですね、イヤホン、ヘッドホンとかイヤホンのミニジャックと言われるジャックで、使えます。リモコンを使えなくてもね。でリモコンはですね、こういうリモコンがついてるんですけれども、これこれなんだ、バンドとかも使えるのかな。これどうなってんだ、バンドのオンオフ、ちょっと仕様がよくわからないんですけどね、リモコンの仕様ちょっとわかんないですね。単純にプレイとストップと早送り巻き戻し、あとはですね、このバンドってついてるんですけど、これがちょっとよくわかんない、どこでやるんだろう、ちょっとわかんないですね、これ。で、イヤホンの方はですね、リモコンのイヤホンの方はですね、やっぱりミニジャックを使ってます。はい。これ液晶もないですし、モードとかはここではリモコンでは設定できないですね。はい。なのでこの本体側でちょっと再生したいと思います。本体側はね、これね、3ボルトのね、DC アダプターがさせるようになってますね。この辺あんまり売ってないんですよね、3ボルトのこのちっちゃいやつね。ソニーの純正のやつみたいな形なんですけど、私はUSB を使って自作してますけれども、これいいかな。で、
ブレーボード。お、でけ。やべやべ。うん。見るから。はい、リバース。おっと、でけ。あ、違う。え？なんかどっか違う音しちゃった。大きいな音が。なんでこんな大きいんだ？すごい。このクリック音っていうか、それが大きいですね。こう形ですね。テープ回ってますね。これ大きいですね、音がね。これリバースがかかってる。これ入ってないのかな。あ、入ってねえな。裏が入ってないですね。ストップ。すごい大きいですね、これね。こんな大きいんだ。あの、絞ってるんですけど、あの、これかな。これだけ音絞ってるんだけど、こう絞っててもです。音こうやっても、あ、変わんないんだ。ボリュームで変わらないですね、これね。うわ、大きい。大きいですね。はい。ということで、あとね、メニュー。これチューニングできます。この辺ね。この辺の仕様はですね、あの、オークションに出すときにはですね、仕様の、使用書のですね URL つけるんですけど、これ英文なんでね。そしてですね、バンドこれですね。これバンドでどこからこのメッセージを出してるか、これ FM なんですけど、これね FM に関してはですね、あのこれ海外資料なんで、70MHz とかですね、あの辺はあの入らないんですよ。でそれでですね、ただね、海外仕様なんですけれども、あれは入ります。ワイド FM は入ります。これちょっとやってみようかな。ワイド FM は、あ、これ、そうだよね。これ、91.6MHz。これもね、ワイド FM ですね。あと、93とか。あ、93でない。これは、日本放送かな。日本放送の FM ですね。入ってます。これ、クリック音がえらいで大きいようですね。はい。ということです。あとね、メニューとかでですね、モードとかね、これはメガベースなんかも使えるね。設定できますね。はい。この辺はね、ちょっと、英文マニュアルなんですけど、使用書を見てもらえばいいかなと思います。はい、これもですね、オークションにこれからかけますんで、よろしくお願いします。チャンネルの登録の方もね、お願いします。オークションのね、URL は、説明のところに載せてありますんで、よろしくお願いします。こんな感じでですね、いろいろとですね、オークマン、中身とかね、そういうのも含めてね、やってますね。このタイプのやつはですね、実はですね、まあ、これはちょっと違うものなんですけど、うん、こんな感じのね、中身ですね。これはちょっと古いタイプなんですけどね、こんな感じの、ゴム。大体ですね、この手のゴムベルトはですね、1ミリで大丈夫。幅1ミリで大丈夫なんですけど、あとね、大体ね、同じような機構を使ってるんで、長さがですね、長さって内径がですね、55ミリのですね、戦国さんのね、ゴムベルトで十分、大丈夫です。はい。このやつはね、ちょっとね、やっぱ同じような種類なんですけど、401って種類なんですけど、これはですね、この具合、
ヒンジを取ってしまいました。ここね、ヒンジがですね、非常にこう設計的にね、ちょっとね、なんていうんですかね、こう修理できないような仕様になってましてね、また今度ちょっとやるかもしれないんですけれども、それでこう使うためにですね、これ外してこう折ってしまったんですこんな感じでですね、いろいろとまあやって、これもね、本当はね、取らなくてもよかったんですよ。だけれども、ちょっと気になって開けるためにですね、ここの裏のですね、電池蓋の裏のところを開けるために、ここのヒンジを取ろうとして、取れたはいいんですけどね、再生できないようになってましてね元に戻らないんですよね。ということで、いろいろとね、試してみないとわからないことはたくさんあります。同じような構造なんで、同じようにでいけるかっていうと、やってみると違ってたりとかしますんでね。まあね、これもね、マニュアルがないんですよね、やっぱりね。これも海外仕様ですね。はい、ということで今回はですね、先ほど言いました FX493 を紹介しました。これはね、かなり綺麗ですね。ほとんどね、傷がない状態でいただきました。はい、じゃあどうもありがとうございました。失礼します。ナオリンでした。